そこまでの覚悟はなかった。でも俺だって店を潰したいわけじゃない。次からは気をつける。そう、分かればいいのよ。初めてのことだし。帰るの？もう一回一人で挨拶してくるよ。ちゃんと頭を下げて。あやとくん、ちょっと言い過ぎたお詫び。誰も見てないから見ていいよ。女子大生のパチ。バカか、何してた。はやとくん。はやとくんか。上司としても男としても頼りないな。おみくじは外れのようね。